こんにちは、千葉ネットテレビの梶谷です。今日はこちらですね、市原市民会館の里山を守る懇親会にお邪魔いたしております。そしてこちらで千葉里山を守る会の会長金親博様にお話を伺いたいと思います。それではこちら行ってみましょう。今日は NPO 千葉里山センターの金親博理事長をお迎えしております。今日市原では地域の中での里山活動地域懇親会、市原を開催いたします。まずこの千葉里山センター始めるきっかけとは何だったんでしょう。はい、千葉里山センターは千葉県に里山条例というのが10年ほど前にできまして、はい、その時に市民が里山に入りやすくしよう、で入ったら安定的に使われるようにしようという千葉県の施策の中の一環で、私どもの市民の団体がいろんなところにたくさんできました、はい、それがまあ約10年前のお話です、はいはい、その辺から、その活動をいろんな形で束ねる団体も必要だよねっていう、そういうことで千葉里山センターができました、はいはい、でその後ですね、活動団体がどん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 増えておりました。今は多分100を超えるぐらい、で我々の会員でも100になっています、はい、ですから全県下では多分200とかですね、そのくらいの数があると思いますけれども、はい、そういった団体が手を携えてですね、やりやすくする、そういう役目を里山センターが担っているわけです。なるほど、はいはい、でその活動のでアピールポイントですね、はい、この辺を理事長に説明していただきたいんですけれども、はい、里山って今よくアルファベットでも書かれるように国際的な言葉になりました。多分知ってらっしゃらない方も多いと思いますけども、もう里山っていうのは、人が生きていくためになくてはならない場所だって認識されてるんですね、はい、ですからその里山を荒らしていては体が荒廃すると同時に心も荒廃する、子どもたちもダメになっちゃう、はい、まあ、地域もダメになっちゃう、はい、そんなことでそこで活動するというのは本当に世の中のためになれることで、ひいては自分の健康も良くなってですね、家族の輪も取るというようなことで、今いいことづくめだろうと我々は思っております、はいはい、で今日開催される里山活動地域懇親会、住民や企業や学校行政などをお呼びしていると思うんですけれども、それなりの手応えは、はい、ですね、実はここは、まあ、市原市ですけれども、千葉県の中でも特にですね、活動の活発な地域なんです、はい、で千葉県でトップということは多分日本でもトップクラスのですね、活動団体がある。でそれがですね、実は市民団体だけじゃなくて行政がですね、市役所の人が支えてくれてるんですね、はい、ここが素晴らしいところなんです。それでその中でですね、まあ、NPO 自身の活動の支援とか、それから山の木を育てる山林の支援とか、それからあとは健康なんかに配慮するための支援とか、はいはい、まあ、いろんな部門がですね、一緒になって支援してくれているということなんです、はい、どうしてもやっぱり NPO ってなると資金活動、この辺が一番ネックになってくると思うんですけれども、やはり企業に対する働きかけ、アピール、その辺の何か企業さんに対してありましたらぜひお願いします。よく市民がですね、会社周りをするとお金が欲しい、お金が欲しいって言われるっていう、はい、言われることがよくあるんですね、はい、まあ、確かにそうなんですけれども、この市原の地域はですね、大きな会社が何百とあります、はい、日本でも有数の工業地帯ですね。その中でですね、お金もさることながら、そこの従業員の方々がね、はい、やっぱり地元にいっぱい住んでるわけです。そうですね、ですけども会社を辞めると何しようかと思っている人がいっぱいいるんですね、うん、確かに。でと言いながらもなかなかその地元で活動するチャンネルがない人が多いんですよね、はい、一生懸命やってればやってるほどないんです、はい、そうですね、でそういう人たちがですね、この市原の中で里山にちょっと来てくれれば友達できるよ、楽しいことあるよ、自分の健康もなるよ、子どもたちも連れてこられるよ、
そんなことにですね、ぜひ気づいてほしいと、はい、いうことですので、はい、もう何遍も言いますけど、お金はないんですけど、まあそれはそれとしてね、やっぱり人なんですよね、はい、人が集まればお金もできてくるんですと思ってやってます、はいはいはい、ありがとうございます。まあ、今後の展望について最後お伺いします。今後の展望どういうふうに広げていきたい、そういう意見をぜひお願いします。今生物多様性って言葉が、まあ、国連のレベルでもですね、いろんな行政のレベルでも出てます。でこれはですね、いろんな生物がいないと人間は最終的には生きていけないんですね、はい、それに気がついてきたんです、はい、その中でやっぱり里山のその場所、生きていく場所としての重要性が再認識されてますので、はい、ますます里山の大事さを大事にしていこう、大切にしていこうという活動が盛んになるはずです、はいはい、でこれは地球の温暖化とかですね、それからあとは災害の時にですね、はい、避難する場所としても山が荒れていたんでは使えないんですね、はい、そんなことも含めてですね、もう全国どこでももっと広がっていく、はい、そんなふうに思っています。ありがとうございます、大変有意義な話を聞かせていただきました、今日は NPO 法人千葉里山センターの金尾谷博理事長にお話を伺いました、はい、風呂の前里山保存会の中山様に伺います、この団体のおすすめというか、一押し、こだわることは、はい、じゃあ南限地としてのカタクリ群生地の保護保存をの目的に活動しています。以上です。なるほど。で今年活動で8年目に入りまして、はい、里山にあの斜面に群生としてかなり広がってまして、今年の4月6日 の観察会にもかなりの数とか参加してくれることを予想しています。わかりました。ありがとうございます、はい、こちらは訪れ山の会の高橋様です、高橋様にこの訪れ山の会のアピールポイントを訴えたいことを聞いてみます。どうぞ、はい、訪れ山は、まあ、6年前に発足したのですが、今現在18名の会員がおりまして、月2回の作業、仮払いとか、チェーンソーで間伐、除伐をしたり、それからログテーブルを作ったり、道作りをしております。私たち の思いというのは、やっぱり自然を大事にして、自然にと敬い、そして結果的には環境のに環境保全のためにできればと思っております。はい。はい、こんにちは。上総里山の会の代表の楠本様に伺います。こちらのアピールポイントを教えてください。はい、私どもはですね、里山というか雑木林です、早く言えば、はい、そういうところ の整備をしているんですけど、はい、そういうところがだんだん荒れてしまって、植物もだんだん衰えてきまして、種類が少なくなってきたんです、はい、ここは下草刈りとかそういうことをやりますと、また昔の植物が蘇ってきて、素晴らしい里山になっていくということで、みんな楽しみでそういうことをやっております。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。はい、こちらは一山里山クラブの風間様です。私どもは市原市内で5カ所のフィールドを持って里山保全活動をしております。はい、平成元年から今年で24、5年になるように四半世紀活動しております。はい、活動内容はやはり里山の保全活動ということで、間伐したり、それから下草を刈ったり、各種イベントで子どもたちの教育の場にしたいなと、このように考えております。こんにちは。市原里山よくしたいの、長沼様と大西様に伺います。こちらのアピールポイントありましたらお願いします。我々の活動場所は姉崎の駅から、はい、車で5分ぐらいのところ、はい、入山津で活動しています。それと特に環境学習という形で、はい、優秀東小学校の生徒さんたちと一緒に約5年ぐらい今続いています。授業の一環として、はい、一緒に、まあ、山をね、きれいにして里山の復活を目指して
活動してます、はいはいはい、ありがとうございます。何かアピールポイントあれば、自分たちのできることをやっていくっていうことですから、無理のない格好でできてますのでね、はい、どなたでもということになります、はい、ありがとうございます、はい。今日は市原市民会館で行われました里山を守る会の懇親会にお邪魔しました。そこで思ったことはですね、年配の方が一生懸命頑張って活発に活動しています。ただ若い力がですね、もう少しあればよかったかなと、そのように感じました。以上です。はい、じゃあ最後に締めの挨拶を一緒にお願いします、はい、せーの、はい、千葉ネット TV。